皆さんこんにちは。6月14日の日本武道館公演をもってハロープロジェクトのアイドルグループジュースジュースから卒業した上村あかりさん。上村あかりさんはジュースジュース最後のオリジナルメンバー。ハロプロアイドルといえば卒業後ブログで改めてコメントするのが定番ですが、上村あかりさんは卒業後謎の沈黙、なんと9日後にやっとコメントするという異例の形となりました。そんな上村あかりさんは卒業後はどのように活動していくのでしょうか。今回は上村あかりさんについて様々なことをご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。2024年の春ツアーをもってグループおよびハロープロジェクトから卒業することが発表され、6月14日の東京日本武道館で行われたジュースジュースコンサートツアー2024ワンライン上村あかり卒業スペシャルをもってグループおよびハロープロジェクトから卒業となった上村あかりさん。卒業公演でのアンコールでは緑を取り入れたマーメイドラインのドレスをまとい、一人でステージに登場。最新作に収録された自身のソロ曲ブリリアンスオブメモリーズを歌唱しました。そしてこの卒業公演で話題となったのが、卒業への思いを込めてしたためた白紙の手紙。上村あかりさんはあまり私らしくないかなと思ったんですけど、お手紙を書いてきたので私の話口調でお届けできたらと語りかけ、今までの道のりを振り返りました。少し涙ぐみながらジュースジュースの楽曲の魅力を語ったり、グループ名、自分の名前の由来についてコメント、そして最初にコンプレックスだった笑顔を好きになったきっかけはジュースジュースファミリー、この武器を皆さんの笑顔に還元できたらと思っています。愛してくれて見つけてくれてありがとう。ここまで読んだ後、上村あかりさんはファンに自身の持っていた手紙を見せ、会場はどよめきが。なんと持っていた手紙にはありがとうしか書いていなかったことが判明したのでした。ハロメンの中で1、2を争うほど成長が凄まじいと言っても過言ではないジュースジュースのメンバー、ありこと上村あかりさんはお顔が美人かつ可愛くスタイルも抜群であることから、ジュースジュース随一のビジュアルメンバーと言われていました。しかし加入時歌唱力についてはあまり触れられることはなく、歌割りも少ない上にパフォーマンス中も緊張か自信のなさからなのか真顔で歌うことがほとんどでした。一人のアイドルとして見るとそんなに歌が下手なように聞こえませんが、周りのメンバーが桁違いにレベルが高いため、上村あかりさんは決して歌唱面とは言えない立ち位置でポンコツキャラとして知られていました。中身はド天然でマイペース、集合時間ギリギリに起きたり脱衣所をびちょびちょにしたりとかなりマイペースな一面があります。そんなジュースジュースの結成メンバーに選ばれた時、上村あかりさんは私が最低ラインのメンバーで自分のせいでグループのレベルを下げてしまうのだけは嫌でしたと語っており、研修生を卒業してからもレッスンを入れたりと基礎の柔軟や体幹から教わり直していたそうです。上村あかりさんのボイストレーナー菅井秀則さんはハロオタの間では有名な先生ですが、上村あかりさんの歌声について声は出るんです。多分メンバーの中で一番大きな声が出ると思います。音でちゃんと音楽にして声に出すとなると声の大きさばかりで音とコンビネーションできない、ただ応援団みたいな声になっちゃうから、そこをまず改造してあげなきゃいけないと厳しく指導していました。上村あかりさんは集中して声を出すと体力が持たず、レッスンで毎回貧血になりそうだったそうです。感覚で歌うタイプらしく、指導の言葉がわからなくて困っていたそうです。それを先生が見抜いて、頭で考えるより先にまず歌ってみてと教えてくれたのが成長の一つのきっかけになったそうです。
上村さんはこうした努力の積み重ねで少しずつ歌割りが増えていき、不安そうな表情から自信がついて堂々と歌うようになっていきます。220本のライブハウスツアーやアリーナのような大舞台でも歌い続け、今ではジュースジュースのリーダーとして後輩やメンバーを引っ張る存在となり、ジュースジュースには欠かせない歌唱面として活躍をしています。何度か辞めたいと思うこともあったそうですが、ジュースジュースがあるから傷ついたことがあっても、扁桃炎を繰り返したり体調が悪くてもメンバーといるだけで元気になれるそうです。ファンも驚くほどの成長を遂げ、メンバー愛にあふれている上村あかりさん、かつては歌下手ポンコツキャラと呼ばれていた彼女も歌うま美人天然キャラに変わり、成長が凄まじい、ギャップがあるとファンの間で定評があり、知れば知るほど愛しくなるとどんどん人気メンバーになっていきました。ハイパー塩対応。さてハロプロアイドルといえば、卒業後ブログで改めてコメントするのが定番ですが、上村あかりさんは卒業後謎の沈黙、なんと9日後にやっとコメントするという異例の形となりました。上村さんはアーリーがとうございました、時差投稿と自身のブログにてお茶目に感謝、23公演目にして10回目の武道館、ジュースジュース在籍期間11年と111日、こんなにも私の大好きが詰まった一日に大好きなジュースジュースを卒業しましたと伝えました。ブログを更新したのは23日の午前0時23分。なかなか思いがまとまりきらずと時間がかかった理由を説明していましたが、実際には23という数字に強くこだわる上村さんが23日になるのを待っていたのではと言われています。ステージでの卒業挨拶の手紙をほぼ白紙で「アーリーがとう」とだけ書いたものにしたのは出演30分前に決断したことだったそうで、ファンへの感謝とライブが大好きになった思いも明かしていました。2015年から16年にかけて225公演のライブツアーを行い、ファイナルで初めての武道館公演を実現、みんなとしか成し得ない経験だったと思いますとファンに感謝。そして卒業公演のアンコールでの白い衣装や代表曲の一つワンダフルワールドでの演出は16年の武道館公演のアンコールになぞらえたものだという粋な演出で披露していました。またメンバーたちについては、本当にかっこいい後輩たちだと胸を張り、全員の口からジュースジュースでよかったという言葉を聞いたことを明かし、いろんな思いが報われたんだと喜んでいた上村あかりさん、最後にはこれからは私もジュースジュースファミリーとして見守りながらこれまでと変わらぬ愛を注いでいきますと愛情たっぷりに伝え、さらに今後個人ブログも開設されますと付け加え、芸能活動を続けることもしれっと伝えていました。マイペースで変わり者な面もありましたが、最後まで立派に3代目リーダーを務めてくれた上村あかりさん、今後の芸能活動はどんな風に上村さんの魅力を発信してくれるのでしょうか。これからも上村あかりさんの活躍を見守っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。